んなね。タカちゃん、タカちゃんどうして？最近あんな姉の帰りが遅いから心配して探してたんだよ。家でも学校でも優等生だから弱音を吐いたりできなくて、だから僕にもさせてよ。誰とでもエッチするんだったら僕ともできるよね。でも赤ちゃん